はい。ということで、今回は図形が左上から徐々に出てくるような、図形が連続して出てくる動画、アニメーションを作ってみたいと思います。はい。ということで、まず最初に長方形ツールを使って四角形を書きますと。で、この長方形ツールの、まず、シェイプの位置を0、0に持ってきますと。そうすると、この図形は、位置が0、0に来ます。で、アンカーポイントの位置も0、0にしておくことで、ちょうどこのフレームの一番左上の座標に図形が来ますと。で、あとはこのスケールを変えてあげると、このように左上を中心に図形が大きくなっていきますということですね。はい。で、ちょっと縦横比を合わせておいて、はい。で、こちらを使ってアニメーションをしていきますということですね。はい。ということで、まずスケールのアニメーションをオンにしてあげたら、タイムラインを動かします。で、シフトキーを押しながら右を押してあげると、フレームが5個ずつ動くので、右に例えば2回動かしますと。で、スケールの値を画面はみ出すぐらい大きくしますということですね。はい。まあ、これだけでもほぼ完成ですと。ということで再生してみます。はい。はい。っていう感じになりましたと。で、あとはこれを連続してあげると、図形がどんどん出てくるような動画ができますということですね。はい。ということで、今作ったこのシェイプをコピーしていきます。はい。コピー貼り付けですね。Ctrl-C-V を押すと貼り付けされます。で、塗りの色を変えてあげたら、で、このままアニメーションすると、全く同じ動きを全く同じ図形がやってしまうので、画面に見えなくなってしまいますよ、ということで、この上の図形をちょっとずらしていきます。はい。そうすると、こうなりますということですね。はい。では、あとはこれの繰り返しですね。図形をどんどん作っていって、次の上から2番目をまた違う色にして OK を押します。で、このマーカーの位置を下のこのスケールが終わったタイミングに合わせますと。で、続いて上の図形も同じように色を変えたらスケールの位置を下の図形のマーカーのアニメーションが終わったタイミングに合わせますと。はい。ということで、あとはもうずっとこれの繰り返しですね。またコピー貼り付けします。で、色を変えますと。で、アニメーションの位置を調整しますと。はい。これで次々に色が出てくるアニメーションが完成しますということで再生してみます。はい、こんな感じですね。はい。で、あとはこのアニメーションをちょっともう一回再生してみます。はい。で、あとはこのアニメーションを、これをテンプレートとして登録しておくといつでもこのアニメーションを使うことができるようになりますということですね。はい。ということで、グラフィックの上で右クリックして、モーショングラフィックステンプレートとして書き出しを選択します。はい。そしたら、これに名前を付けますと。例えば、四角形が次々と現れるモーション。はい。で、名前を付けてあげたら、保存先ですね、をローカルに入れるか、もしくはご自身のクラウド上のテンプレートの場所に保存をしますと。はい。そしたら、あとは OK を押してあげると、テンプレートとして保存されますということですね。はい。で、テンプレートとして保存しておくといつでもこのテンプレートを取り出すことができるので、はい。取り出して使うことができるので、ぜひテンプレートとして保存しておいていただけるといいかなと思います。はい。
ということで、ご参考いただければと思います。